ほど、私たちの話を聞きつけてきた人がいるようね。私たち、悪者扱いね。でもそれくらいのことはしているのでしょうね。でも、罪悪感に囚われても仕方ない。今はバレないように気をつけないとね。そうだね。私たち自身実力があるわけじゃないし、あまり戦いたくはないからね。やっぱりまずかったのかな。いいえ、これは私たちのミス。戦ったりしなかったらここまで問題にはならなかったわ。でもみんなほとんど襲われたの。私たちからは何もしてないです。そうなんだよねー。みんな聞いたら相手から勝負挑んできたからどうしようもなかったんだよねー。パラのところは交流的な人だったのね。ごめんね、みんな戦いたくて戦ったわけじゃないのに。まあ、結果にどうこう言っても仕方ないわ。この後のことを考えましょう。そうです。私襲われるのは怖いです。徹底をいじめる悪い人はブリーが許さないのー。心強いね。実際、ブリーの恩恵、闘争は私たちの中では一番発動率が高いから一番強い恩恵。ブリーと徹底は恩恵が強い分大丈夫。でもこの中で発動条件が難しい。私とファラは。とりあえず各自顔はバレてる。そして一人ずつ、徹底とブリーで一つ封印石を持っている。ここで問題点が一つあるわ。問題点。誰かがやられて一つでも相手側に封印石が行けば意味がないってことだよね。そっか、封印石は5個揃ってないと意味ないもんね。その通りよ、相手は私たちの討伐と封印石の奪還できてるはず。つまり、相手からしたら1個でも奪えば問題ないのよ。そっか、それに相手も情報は得てるから、きっと私たち対策で人選を選んでるかもしれないわね。そうなると、最悪な話、崩壊に到着した時には何人かはやられてるかもしれないね。私、なんかすごく怖いです。私もすごく怖いなの。とりあえず作戦なんだけど、5個の封印石を一人に持たせるのはどうかしら。この際、数名はやられると想定して1個でも奪われないように誰かがまとめて持っておいた方がいいわ。そうだね、それが良さそうだ。なら持つのは。驚いた、まさか船の中がここまで最新テクノロジーだらけとは。失礼だけど、外見から見た時は一昔前の海賊船かな、って思っちゃった。あなたたちはセイレン船は初めてかしら。はい、思った以上に綺麗なんですね。そうね、私がいろんな技術者を呼んで現代に負けないハイテクな船に作り直したの。まさか私がこのような船を操縦できる時が来ようとは。へ、ってことはあなたが船長ですか。私は、ムラサ、ミナミツ、ムラサ、でも、ムラサ船長でもいいわ。私はこの船の責任者、妙蓮寺の主、ひじりでくれん、ひじりって呼んでください。妙蓮寺知ってる。人里近くにある幻想郷で今一番評判のいいお寺だよ。ああ、俺も名前は耳にしたことあるな。まさかそこの主が責任者なんてな。来たわよ。ひじりー、バカ船長。あいたらねー、崩壊にヤバいもの持ち込もうとしてる奴らがいるっていうのに、船なんか動かして。あやから聞いてるでしょ、止めなさいよバカども。相変わらず口が悪いですね、白霊の巫女様は。前から言ってるでしょ、この船は自動操縦だから止めれないんだって。こんなゴテゴテな施設にする間止まってたでしょ。何回言ったらわかるの、1年単位でインプットしてるから今はもう無理なの。今から止めてまたインプットし直したらいいでしょ。そんなことしたらプログラムがわからなくなるでしょ。使い方知らないんかい。当たり前でしょ、凄腕のプログラマーをわざわざゆかりさんに頼んで現世から連れてきてもらったんだから。ヘースまた呼んだらいいじゃない。ならお金ちょうだい。いやよ、あんたの大人気神社の方が儲けあるでしょ。霊夢、とりあえず私は別行動するぞ。好きにしなさい。ならちょっとこの船戦場になるけど我慢しなさいよ。ちょっと、せっかくリニューアルして新品同然の施設なのに壊さないで。カナメ、オオカ、お前らも行くぞ、あれは長くなる。あいつら、仲悪いのか。売れてる神社と売れてない神社、わかるよな。刺したよ。気持ち悪い、疲れた。歩きたくない。久しぶりに外に出たと思ったらこれだ。パチュリーも来たんだ。うるさいわね、ちょっと崩壊に用事ができたから行くだけよ。いや、いいけどさ。もう死にそうな顔してたらな。とりあえず、私は疲れたから部屋で休むわ。なんだ、お前はあいつらを探さないのか。相手が何もしてこないなら何もしないわ。正直、崩壊の方がやりやすい。やっぱりバラが心配できたんじゃねえか。あらあら、珍しい人がいますね。あ、前回で世話になった。久しぶりですね、元気そうで何よりです。カナメくん、この人は。あら、あなたは僧侶娘様を倒した子ですね。あの時は気を失ってたけど元気そうで何よりだわ。僧侶娘様。あの頭に桃つけたやつだよ。あ、ってことは前回の人。あ、前回ではろ過の治療とか地上までの最短ルートまで案内してくれた人なんだ。すっごい恩人だ。いえいえ、あなたたちのおかげで僧侶娘様も大変満足してましたから。お前も討伐か。僧侶娘様がやられていけないからって代わりに私がね。
じゃあ容姿とか能力とかは聞いてるのか。確か、努力、した分だけ激痛を与える能力者って聞いたわ。容姿は横髪を両方リボンでくくってる茶髪の女性らしいわ。ならその魔女は土曜の魔女ね。なるほど、前回に土曜の魔女は最高の相性、考えたわね。パチュリー、できれば七曜の魔女のその恩恵について教えてくれないか。ダメ、それは教えない。でもその代わり、崩壊で私一人で全員を貯めるわ。おま、手伝ってくれるんじゃないのか。勘違いしないでちょうだい。私は私の目的のためにここまで来たの。あなたたちの目的とは違うわ。私は部屋に移動するわ。休憩しないと崩壊でもたないわ。待って、パチュリー。おうか、パチュリーも何か考えがあるんだ。そっとしておけ。パチュリー、お前は一体何がしたいんだよ。さて、私はせっかくだし、乾パンで風にでも浴びながら崩壊を待つとするわ。お互い無傷で帰れるように頑張りましょう。分かってはいたが、各自全くチームワークはないな。まあ、私も単独で動くつもりだったからな。それには否定しないさ。マリサはどうするの？私は先手必勝、見つけ次第、攻める。あいにく、こっちは4人分の情報はある。その4人に当たればいくらでも対策できるさ。マリサも気をつけろよ。相手は一撃必中系だ。ちょっとした癖で感情を出せばすぐにアウトだ。ああ、でもそれは多分無理なんだぜ。無意識で人は動けない。意識してないだけで、そこにしっかり意識はある。ならどうするつもり？まあ、後で教えてやるよ。この可能性に確証が持てたらな。マリサは自信あるみたいだな。まあ、マリサも強いし、任せたらいいか。そろそろ霊夢のところに戻るか。司令伝メンバーも来てるんだな。あら、要と王家、もうそろそろ出発らしいわよ。準備できてる。安心してください。この船に武器屋と防具屋、道具屋、宿屋なんでもありますよ。ちなみに冗談だからね。すごい、現代ゲームネタの冗談まで言えるなんて。人としては何倍もひじりさんの方が霊夢より上だな。そりゃ神社の売り上げ負けるわ。皆さん、そろそろ出発します。もう乗客者はいませんか？そろそろ、か。待ってくれー。俺たちも乗るぞー。この声は、ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。